なんか歩いてきたら金剛集落ってとこに着いた。地図上だとここですね。なんかね、金剛山のアジトっぽい感じなんだけどね。中に入るとさ、なんか絵が貼ってあるんだけど、なんかアディクの絵が貼ったんだよな、どこの家にも。ほら、アディクさん。これはなんか松房っぽいよね。なんか金剛山とさ、もう一個の段の関係って、アクア段とマグマ段っぽいなと思ってたから、松房なんとなくイメージ合うんだけど、アディクは何なんだろうな。よくわかんねえわ。なんかこうクエストっぽいのあったけど、なんか特に何もないっぽいですね。店とかあるかなと思ったけど、なさそう。よくわかんなかったわ。よし、着いたな。お待たせしました、関さん。来たってことは準備万端だよな。あ、ちょっと待って。セーブしようと。セーブするの忘れてた。オートセーブやめたんだよな、そういえば。セーブするんで待ってもらっていいですか。よし、いけるぜ。またいつもあれでしょ、弾ぶつけるやつっしょ。慣れてるからいけるわ。荒ぶっても美しいドレイヤーの姿はとくと拝見させていただこうぜ。お待たせしましたね。お前めっちゃ普通に歩いてるけど、怪我してるふり？ああ、薬塗ったからか。そんなすごい薬あんの？俺も欲しいんですけど、ちょっと肩こりがひどくて。この子は自分一人で解決しようとして抱えきれず帰って、みんなに迷惑をかけましたが、行動の肯定は全身です。闘技クイーンドレディア、舞姫のごとく絶え間なく動くからね。バッチリ注目しながら回避に専念するのもあり。回避していればドレディアも疲れて隙を見せる。ほう。はあ、回避しまくってポケモン投げて戦えって言ってる？ドレディアってでも草だから、あれもあれか。どうすっかな？炎タイプでいくか。ストライクの方がいいかな？虫飛行だし。そうだな。ストライクの方が良さそう。マグマなしで行こうかなと思ったけど、ストライクの方がダメージを抑えられそう。あ？これドレディア？違くない？こいつ。これドレディアじゃない、何かだ。知らんポケモン来たけど。俺の知ってるドレディアじゃねえ、これ。これクイーン仕様だからってこと？知らんポケモン来たけど。何こいつ。ドレディアじゃないよ、これ。バッチリ注目して。当たってんの、これ。なんかむずいんだけど。ポケモンで力見せつけとかしたけど、すごい疲れてんのかわかんねえ。疲れてんのかわかんねえけど。あ、今なんかできたわ。あ、これ疲れるってそういうことか。ドレディアではないな。しびれこな、うぜえ。おーし、ナイス。効果あり。タイプ変わってくれ。フェアリータイプついてないか、このドレディア。よははは。カスなんだけど。とりあえずこれを繰り返せばいいんだな。この間はなんか出ても効果なさそう。なんだこれ、違うぞ、いつもと技が。パターンが変わった。どういうこと？めっちゃ踊ってんな。これやべえ、これ HP 大丈夫か、俺の HP。自分の HP が分かんねえよ。
ずっと踊ってんだけど、こいつ。やべ。めっちゃ分かってきたな、これ。連続で攻撃食らわなければ。大体分かってきたな。あ、一応この時点でもいけるとか、攻撃。うお、ちょ、壁はめみたいなやめてもらっていいですか。これ疲れるって、あ、来た。これ雑魚だからな、こいつ。ツバメ返しでワンパンもワンパンよ、ワンパン。毒の粉、うぜえ。さっきと同じくいきますか。あ、なんか力技使えるようになってんじゃん、ツバメ返し。前までこんななかった気がするけど。強っ。まだ半分か。でも全然減ってねえな。危ね危ね。一応当たるんだな。このなんか疲れてない時って食らわないかなと、ボール投げてなかったけど、一応ちょっと当たるっぽいな。あー、やばい。ハメ技やめてもらっていいですか。ハメ技やめてもらっていいですか。お、来た。またどうせ粉打っていくんでしょ。これで勝ちだな。エナジーボール投げてきた。いや、でもこれ読みのストライクですからね。これ読みのストライクよ。草バーザー読みのストライクだけど、俺の知ってるドレディアじゃないか。フェアリータイプ入ってそうだし、虫技がだって草単だったよね、ドレディアって。これで勝てるか。もうちょい頑張れ。勝った。いや、これアクションゲームきつすぎ。しんどけや。俺の知ってるドレディアではなかった。翡翠ドレディアなのかな。なんかちょっと違うな、ドレディア。なんかどぎつくなった顔が。めっちゃレベル上がった。なんかビッチ感あるな、このドレディア。前の清楚系だったけど。こいつビッチだな、緑のプレートをやった。とりあえずなんとかしたったわ。ありがとな、ドレディアだけでなく日夏を救ってくれてよ。ガチグマのことといい、ドレディアのことといい、あんたすごいな。うん、やっぱりドレディアがラブってるのってふさわしくないや。ディーディー、日夏、おめえ謝るべき人がいるだろう。え、いいのよ、気にしなくて。年端のいかない若い娘さんなら周りが見えなくなるなんてよくある話。全ての命は別の命と出会い、何かを生み出す。隋の遺跡に残された言葉、きっと神王様の教え。もっともわしも誰かさんの頑張りを見るまで忘れていましたけど。夕顔さん、オンに来ます。ひなつ、一人で抱え込むんじゃないよ。キャプテンはポケモンと寄り添うことを知っている人間だろう。はい、ごめんなさい。夕顔さんにまとめられたから俺が怒るわけにもいかねえよ。こいついい上司だな。ひなつ、お目の中の正義を通そうとしたのはいい。だけどよ、嘘だけは勘弁してくれや。お目はそのままでいいや。ドレディアにまた何かあれば、今度こそ正しいやり方で守れ。そのために鍛えておけよ。頑張れよ。ひなつ、これからは共に湿地を守るとしますかね。ガチグマのことと、カイには金剛団と銀河団に救われたと伝えておきます。
ゲラ、ご苦労様、三つの団が手を携えた一日でしたね。わしとしては楽しかったですよ。では、ごきげんよう。俺は金剛団リーダーの席、時を司る新王様を崇める者。時は移ろうものだからよ。変化を恐れずに、俺たちの時代を良くしていけばいい。それにはあんたらを助けるのがいいって気がするからよ。じゃあな。ドリアと話す。人語喋れんの。あなたみたいな異語が荒ぶるなんてどうしたんだよ。でも私悪いよな。ちゃんと漏れずに欺いて。欺くな、もう。リーディー。多分こいつ伝わってないっすね。まるでなんか分かってなさそうな雰囲気出してた。これドリアいんの今。いねえわ。捕まえたかったのに。これなんかありそうじゃない？落ちたらやばいやつこれ。俺分かる、落ちたらやばい。あ、だからやばくもなさそう。すげえ愉快な音楽流れてんな。木材。なんか木材集めてこみたいなミッションもあった気がするな。木材めっちゃあるめっちゃある木材。キングリーフ、なんかレアっぽいアイテム。軽く探索したい気持ちあるけど、まあカットするか。なんかやべえやついるな。でもなんか新しい拠点みたいなのある。あいつはほっとくか。でもベロリンが欲しいな。見つからないようにこっそりと隠れながら。捕まれ。来た。27。捕まんないかなこいつ。奇跡よこれ。いや怒ってそう、あいつ。なんか落ちてますね。ピーピー草。あ、間違えて投げちゃった。ミスったミスった。なんかそこにさ、めっちゃ怖い。これ暗闇の中目光ってるの怖いんですけど。遺跡みたいのがある。あんまなかったな。なんか出てくるなこれ。毎回すべてじゃん。もういいわ。これなんですか。お、キルリアいる。マジか。普通に欲しいんだけど。ラルトスでもいいやもん、この際。親分いる。あ、捕まなかったか。いなくなっちゃった。え、だってラルトス欲しいな、ちょっと。チームメンバーにいるかといったらいらないけど。なんかこれめっちゃ強そうなんですけど。これなんだろうね、ここ。場所がいまいちわかんない。そしていなくなっちゃった、キルリアもラルトスも。この辺探したらいそうだな。いないな。意外といないな。まあ村に戻るか、まずは。落ちたらやばいやつだこれ。うん？あなた素晴らしいです。時空の叫びに消えていく光、またまたキングを沈めましたね。クイーンだけどね今回。なぜ荒ぶるのかという謎は解けていないようですが、荒ぶるキングを恐れずに沈めていく凄さたるや。あなたという存在が翡翠の歴史を変えるのでは。もっと仲良くしてください。ではまた今度。またバトルイベントかと思ったけど、バトルイベントじゃなかったっすね。なんだお前。とりあえず帰るか。待って、クラフトする？スーパーボール、なんかこの辺のボールも作っとくか。早くまっすぐ飛ぶ、素早いボケも空を飛ぶ、高く飛ぶボケも確かに有効である。ほう、せっかくかし作っとこう。あ、待って、あと道具預けようかな。いらんもんたくさんあるからな。これ傷回復系だけあったらいいんじゃないの。でもあれかな、この辺のやつはもうポケモンに食わせると
なんかあんのかね。フェザー族か。フェズ捕まえたわ。 あとあれも捕まえた。ラルトスも2300円もらえた。やったぜ。ランクアップでもまだ遠かった気がするな。これ1個あげてもまあまあ大変だよね。プラス100だけか。しょっぱ。なんかあれタスクあんまやってないしな俺。隠れて捕まえるとか夜に捕まえるとか技を見るとかそれも良くないのかもしれない。おお、芋餅屋さん、こんにちは。こんばんはか。わしほどの達人とねば芋餅は一味も二味も違うわけよ。お前も今夜芋餅に深く感謝しながら味わえ。なんだこいつ、飯を食うの。すみません、お前が誘ったんだろうな。なんだあいつ、怖っ。これさ、クエスト達成してもマークとか出ないのかな、もしかして。なんもないよな、なんか。お、新商品入荷。どれが新商品かわかんねえんだな。変態みたいなファッションだ。からあれか、これ靴とか増えてんのか。あ、この辺か。怪しさ満点だな。これクエストとか消化したかどうかってこいつらに話しかけてみないとわかんないのかね。いたずらビッパ、謎のイベント始まったんだけど。はあ、いたずらビッパがなんやかんやつだな。めんどくさこれ。まとめて逃がすができるようになったの、最強じゃん。たくさんボックスがたくさんあったら逃がすはまとめて。なんか微妙に機能がアップデートされていくっぽいな。どうでもいいや。村人たち話したらなんかいろいろ新しい情報とかあるかもしれないね。どうした、子供と遊ぶ不安って。あ、こいつカリンさんじゃん。これじゃおちおち寝られないぜ。なんだよ、うわ、驚かせるなよ。どうしたの。夜家の中に気配を感じる。何かがバチバチ言ってるような。あー、何これ。これサブクエストみたいになったら膨大な量ありそう。全部はできないだろうなこれ。覚えてねえしも受けた内容とか。こんな入れてもらっていいんですか、こんな人の家に。黒い気がついてる。調べる。木の実が入っていたような香りがする。もしたか。いたずらビッパーかな。パチパチ、何かが通り過ぎた。それか炎ポケモンっぽいよな。畳の方から音がした。
ああ。めくってみるか。ああ。怖い、不気味なんですけど。畳の方がなんとかって言ってたけどな。隅々まで。畳の方って言ってなかった。畳ってこれのことじゃないですか。あ、これか。なんか違うな。調べる、これか。これか、これ分かりづら。さすがにこれか。え？あ、そういうこと？あ、ピチューじゃん。かわいい。もうピカチュウもライチュウも捕まえたいな。赤ちゃんポケモンまだ持ってないわ。あれ、このピチュウもしかして。そんなわけないと思うが、森で怪我したピチュウか。恩返しに来てるじゃん。鳴き声えぐ、こいつ。チュッチューしてる。ギリがたいピチュウだったのが。ギリがたいピチューってすげえな。ピチューもらえるのかな。何なのに、しょぼこんなめんどくさかったのに。こんなサブイベントみたいなやつもあんだな。みんな困ってそう。なんかこれか、これすげえ困ってそうな感じある。これさ、結構いろんな家入っても使いこなさなきゃいけない系か、もしかして。相当めんどくさいな。なんか今日サブイベントっぽいのもあったし、この辺にしとくか。次回団長の報告からだな。団長への報告からだな。お疲れ様でした。